聞いてほしい私たちのネジロ漫才。バビジネス社会学科2年保坂みのりです。私の所属するビジネス社会学科の好きなところは資格をたくさん取れるところです。先生たちが優しくたくさんフォローしてくださいます。生化学科2年荻原くるみです。受験生の皆さんへメッセージです。生化学科は大好きなことに一直線に学べる学科です。皆さんも大好きなことを学んで夢を叶えましょう。ネジロ短大ビジネス社会学科2年の渡辺舞です。ビジネス社会学科のいいところは自分の学びたい専門知識が身につくところです。ビジネス社会学科では4つのフィールドに分かれていて専門の先生がいるので安心して学べます。生化学科2年熊谷春乃です。生化学科の好きなところは国家資格の生化衛生士が取得できるところです。2年生の後半に試験があるのでそれまでに先生方がしっかり対策を取ってくれます。ビジネス社会学科2年の松田すみれです。目白短大の好きなところは自然がいっぱいでアクセスが良いところです。校舎の周りは自然が多く新宿駅や新大久保駅が近いです。生化学科2年小野坂さくらです。私の所属する生化学科の好きなところは洋菓子、和菓子、製パンの3つが学べるとこです。たくさんの製品を作ることで将来の可能性が広がります。生化学科2年大西遥です。目白短大の好きなところは大学生らしいキャンパスライフを過ごせることです。実習だけでなく生化理論や社会に役立つ教養を学ぶことができます。ビジネス社会学科2年の山田真香菜です。目白短大の好きなところは友達と先生に恵まれる短大生活です。話しやすく相談ごとにも親身に乗ってくださる先生方や同じ知識を学びたい子たちが目白短大に集まっているので友達もすぐできて楽しい短大生活を送ることができます。生化学科2年の伊橋真奈です。生化学科は先生方、職員の皆さんのサポートが手厚く就職活動に安心して取り組めます。機械生学科2年の宮本恵里です。私の所属する機械生学科のいいところは同じ目標を持つ仲間がいるというところです。実習や授業を通して一緒に協力し合うことで将来チーム医療で働くための日本づくりを学びます。生化学科2年大内紀穂です。目白短大の好きなところはテラスが綺麗なところです。ガラス張りの広いテラスで友達とおしゃべりをしたりご飯を食べたり勉強したりできます。歯科衛生学科2年宮崎舞です。目白短大の好きなところは大学併設で施設とサークルが充実していることです。学習環境が整っている図書館が私はお気に入りです。